昨日東京で桜の満開が発表され、週末にお花見を予定されている方も多いのではないでしょうか。そこで今日は東京 MX のある千代田区の桜の名所をご紹介します。東京を代表する桜の名所、靖国神社。およそ400本の桜が植えられているこの場所には、毎年この時期遠方からも大勢の人が訪れます。桜の見頃とともに登場しているこちらの観光案内所も楽しみの一つです。千代田区観光協会が開設しているこの案内所では、桜にまつわる限定グッズが毎年販売されています。こちらは桜の木で作られた箸とショットグラス。老朽化のために伐採しなければならなかった桜の木を使っています。また今年初めて登場したのがこちらのハンカチ。冬の初めにかけて赤く色づいた桜の落ち葉で染められていて、1日20枚ほど売れる人気商品だということです。販売させていただいて、その一部を桜を今度は育てる方に寄付をさせていただくと。靖国神社から九段坂を少し上がると、桜がまた違った表情を見せてくれます。千鳥ヶ淵緑道にやってきました。こちらでは池や芝の緑とのコントラストを楽しむことができます。今度の日曜日までの予定だったライトアップは火曜日まで延長されました。およそ330本の桜を眺めながら内堀通りを進んでいくと、千鳥ヶ淵公園にたどり着きます。向かい側にある東京 MX を越えて、さらに300メートルほど進むと国立劇場に到着。ここでは8種類の桜が楽しめます。実は国立劇場が創立した当時は40数年前ですけども、桜一本もありませんで、最初に退職者が記念として植えていったのが始まりなんですね。他では見られない桜がこちらで見られると、ソメイヨシノはありません。こちらは東京ではなかなか見ることができないという駿河桜。先代は国立劇場に初めて植えられた桜で、その枝から育てて今年2月にこの場所に植え替えられたというまだ若い桜です。桜にそんなに種類があること自体があんまり知らなかったので、色が濃いピンクとか薄いピンクとかいろいろあったので、ちょっと心惹かれてきました。国立劇場では明日と明後日、桜の木の下で大神楽や琴の演奏、野立などが行われる予定で、無料で楽しむことができます。